どうもシュートです。さあ今回もフットボールアプリのとこ取っていきますけれども、今回はこちらの週間 FP の当たり選手ランキングとトルコのショータイム、こちらのレベマの6地解説の動画の方を取っていこうかなと思います。まず週間はフォーデンがね、右ハーフでブースター、まあ、あとミドルとかもついて登場してますし、何よりこのショータイムのカドゥオール、まあこの選手ほんと強くて、しかもボックスが100なんで、僕もね20連で3人ショータイム引けたんですけど、神引きもしやすいガチャとなってるんで、右サイドハーフの右利きいい選手少ないって人には結構おすすめなガチャかもしれないですね。で、評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。ではまずは週間 FP 見ていきましょう。今回1位から7位で見ていこうかなと思います。まず7位はマクアリステル、身長174センチ、右利きのボックス2ボックスの選手ということで、まあこの選手に関しては前線の能力はねすごく高くて、全部まあ大体90手前ぐらいはあるかなっていう感じはするんですけれども、やっぱりスピード瞬発力がね結構低いんで、今の環境的にはそんなに強い選手のタイプではないかなと。まあ守備能力全部70以上で、 OMF から守備もできるっていうところとか、逆足精度最高っていう結構いいところはあるんですけど、まあなんかこの選手使うんだったら他の選手でもいいんじゃないかなと思っちゃう能力はしてるかなと思います。スキル的にもワンタッチシュート、インターセプト、ワンパ、ピンポイント、クロス、足裏、スルーパスとかは優秀なんですが、まあコントロールカーブだったりアウトスピンキックないんで、まあ肝心なところちょっと外しそうな感じもしますし、あとダブルタッチもないんでね、やっぱ前線で使う面ではそこは微妙かなと。じゃあ次6位ガレーノですね。身長179センチ、右利きの2列目からの飛び出しということで、この選手ブースターはシュートプラス3がついてますね。まあ、ブースタープラス3発動した A の状態で見ていきますけど、大体こんな感じで、まあ、ボールキープはちょっと低いですが、ドリブル、決定力、スピード、瞬発力、キック力あたりは非常に優秀ですかね。ただやっぱボールキープとかフィジコン、ボディコンの数値があんまり高くないんで、まあ、操作性っていう部分ではそんなに良くはないかなと思いますね。なんでこんぐらいの順位でいいかなと。スキル的にも根下ワンシューミドルとか持ってますけど、ダブルタッチないんで、まあまあ以前からガレーノ登場してますけど、ダブルタッチないんでちょっとガチスカは厳しいかなっていう感じがしますかね、毎度毎度。では次5位はロメロですね。身長185センチ、右利きのハードプレスのセンターバックということで、この選手ブースターついたんですけど、エアリアルプラス3だったんで守備系は上がらず、ヘディング、決定力、ジャンプ、フィジカルが上がった感じですかね。まあこの発動した状態で見ていくと大体こんな感じで、まあ守備能力、まあディフェンスセンスもボールダッシュぐらいね94とかあったらもっともっと評価高かったかなって感じがしますが、まあさすがに91でこのスピシュンぐらいだったら評価 S でいいんじゃないかなと思います。まあ足元能力もそんなに高くないし、身長もね188とかあるわけじゃないんで、ちょっと引っかかりもあんまり良くないし、スキル的には闘争心、ヘッダー、マンマーク、インターセプト、エアバトル、ブロッカーなど結構揃ってるんで、まあスキルは完璧なんですけれども、ここがもうちょっとスピードがあと8とか、まあなんなら10とか高かったら余裕で S プラスはあったと思いますね。では次4位はアレオラですね。身長195センチ、右利きの攻撃的ゴールキーパーということで、能力大体こんな感じなんですけれども、まあ身長195ありますし、ゴールキーパー能力も全部85以上はいってるんで、まあキーパー持ってない初心者だったり始めたての人には割とおすすめな選手かなっていう感じがします。スキル的にも低弾道パントキック、 PK ストッパー、 GK ロングスロー、まあ大体持ってますね。では次3位、ここからは S プラスの選手見ていきましょう。まずはサムエル・リーノということで、身長178センチ、右利きの攻撃的サイドバックということで、まあこの選手ね左サイドバック本適正で何回も登場してバグ強化起きてる選手なんですけど、まあ今回もそれなりにいいですかね。まあサイドハーフとかウィングとかで使うんだったら、スキルにダブルタッチ持ってないんで、ちょっとサイドで仕掛けづらさはあるかなと思うんですけれども、中盤とかだったらまあ逆足頻度最高っていうところもいいし、守備能力もまあ大体は80手前までいってて、足元あって、まあパスはそんな上手くないけど決定力あってスピシューもある感じ、2ボランチとかだと意外と強いとは思いますね。スキル的にはワンパワー、アウトスピンキック、インターセプト、足裏コントロール、チェイシングあたり持ってるんで、中盤ならそこそこやれるかなと思います。守備固めの CF として後半途中から使うのも全然面白そうな感じはしますかね。では次2位はクバラツェリアですね。身長183センチ、右利きのウィングストライカーということで、今回のクバラツェリアは一応配信でも見たんですけれども、週間の中だったら過去最強でしたね。まあスキル追加できないんで、ハイライトとかにはその辺若干劣るかなと思いますけれども、能力値はやっぱり今回のものすごい良くて、やっぱ今までの週間と比べてもドリブルがめちゃくちゃ高いですね。なかなか95以上のやつなかったし今まで。でボールキープもギリ89ぐらいあって、グランダパス最低限で、決定力83で、スピード瞬発力、キック力、この辺はまあまあまあですけど、そんな悪いわけでもないし、フィジカルも意外とありますね。で身長183とかもあるんで、スライドドリブルもまあ身長でかいからやりやすいかなと思いますし、スキル的にもダブタワンシュー、コンカ、足裏コントロールとか持ってるんで、普通に使いやすいと思います。まあ、最悪右いなかったら逆足精度も最高なんで、右ウィングでも使えるし、まあビッグタイムとかエピックのサイドの選手持ってたらね、正直使う場面は少ない選手ではあるんですけど、そういう選手持って
ってない人で3トップとか使いたいっていう人はクバラゼリア、かなり気弱おすすめかなと思います。ではラスト1はフォーデンですね。身長 171cm、 左利きの2列目からの飛び出しということで、今回アジリティプラス3のブースターついて登場しましたけれども、まあ思ったよりは伸びなかったかなっていう印象ですかね。まずドリブル面がね、正直今までのフォーデンと比べてもちょっと微妙かなっていう感じしますし、グランダーパス、フライパスは高いですけれども、決定力も80ギリ乗るぐらいで、まあちょっと今までと比べても低いかな。でまあ逆に身体能力の面で言ったら、まあテンハグプラス1とかでスピード88になって、瞬発も91、キック力86のボディコン93とかなんで、まあ結構この辺は高いですけど、この過去最強と言われてる右ハーフフォーデン、昔に登場したやつと比べると、やっぱドリブル3、ボールキープ5負けてんの非常に痛いし、パスは勝ってるけど決定力6負けとかで、まあアジリティついてるのにもかかわらずスピード瞬発力も正直そんな変わんないんで、やっぱねちょっと今回のフォーデン微妙かな。でまあスキル的にも今回の方でもまあワンシュー、ミドル、ワンタッチパス、ライジングシュート、スルーパスとかいいのを持ってるんですけど、右のやつコンカ持ってるんで、まあミドルとコンカ比べたら、まあさすがにコンカの方が打つシーンも多いんでね、この昔のやつと比べると今回の買ってるのはもう右ウィング使えるところぐらいかなって感じします。まあでも決して弱いわけではないと思うんで、普通に評価 S プラスは与えてもいいかなと思います。ただこれで SS はちょっと今回ないかなっていう感じもするんで、前回の左ハーフのやつのフォーデンと比べても、まあドリブル決定力とかだいぶ負けてるし、身体能力面もめっちゃ勝ってるわけではないんで、まあこれ多分 SS にしましたけど、今回のはもう S プラスでいいんじゃないかなと。右ハーフは前回のやつはできないですけど、まあ今回の方でちょっと残念でしたね。ではトルコのショータイム、まあカドゥオール以外の3名はちょっと軽くだけ紹介しておきますけど、今回登場してる4名ともトータルパッケージプラス3のブースターで、トルコリーグの選手をスカットに入れまくったら徐々にブースターの発動する数値が高くなっていくっていう感じで、まあ現実的にガチスカで考えたらプラス1しか発動しないですね全体。じゃあ今回ブースター発動させたらちょうどプラス3上がるんで、このブースター発動させて補正なしの状態で見ていきますけど、まずキーパーのチャクルはだいたいこんな感じで、まあ能力ズバ抜けて高いっていうところはジャンプぐらいかな。それ以外はまあ波のゴールキーパーって感じで、身長も188なんでそんなにおすすめはしないかな。では次ジェジソン、なんかちょっと雑に全体的にバランスよく8ずつぐらい振っていきましたけれども、まあ能力いい感じですね。スキル的にもインターセプト、ミドルシュート、ワンタッチパス、アウトスピンキック、スルーパスとか持ってるんで、まあ割と優秀ですし、まあ前線で使うって感じよりもやっぱ2ボランチとかで使うのがいいんかな。まあでも DMF はできないんでそこは気をつけた方がいいかな。では3人目イカルディですね。身長 181cm、 右利きのボックスストライカーということで、この選手はここには書いてないですけどフェノミナルフィニッシュついてるんで、まあちょっと悪い体勢とかでもしっかりゴールは決めやすいスキルですね。まあ僕はドリブルこんぐらい CF にも求めるタイプなんで12上げして操作性上げに行ってますけど、まあここまで操作性欲しくなかったらもっとクイックネスとか上げてオフェ戦上げに行ってもいいと思いますね。まあでもフェノミナルついたからといってなんか使いたくなる能力でもないような気はするんで、そこまで他の2人と同様に狙う必要はないんかなと思いますね。3人の中で順位つけるならジェジソン、イカルディでからキーパーのチャクルって感じですかね。ではラストはカドゥオール見ていきましょう。身長 174cm、 右利きの攻撃的サイドバックということで、この選手は裏総合値がめちゃくちゃ高いタイプですね。この育成だったらまあブースタープラス1前提で右ハーフ左ハーフの裏総合値が102と、まあなかなかにすごい能力持ってますし、トルコのリーグのイベントオンチャレとかのやつ、あれで全員トルコリーグでやったら一応裏総合値はこの育成だったら105で最大106までいけるぐらい、まあトータルパッケージ全部トルコにできたらやっぱ強いですね。ただまあプラス1でもこのカドオールはガチで強いかなって感じしてて、まあ決定力低かったりはするんですけど、それ以外に欠点はほぼないかな。身長 174cm でまあいい感じにドリブルしやすい身長で、まあ、逆足頻度精度は普通普通ですけど、まあやっぱり右利き右ハーフってムバッペ、ビルツ、ネドベドとか数えるほどしかね正直いないんで、まあこのカドゥオールがガチスカに入る余地も全然あるかなと。スキル的にもダブルタッチ、ミドル、アウトスピンキック、ピンポイントクロス、足裏コントロールとか持ってって、まあつけたいのはコンカ、スルーパス、ワンタッチパスとか、またワンタッチシュート、そのあたりになってくるかなと思うんですけど、まあ元からいいのも結構持ってますね。スタミナも98あるんで、まあ本当に最後までドリブルしまくっても全然スタミナ切れなかったし、まあ個人的にはビルツ右サイドハーフで使ってたら別に狙う必要ないかなっていう感じはしますけど、ビルツ持ってなかったら右サイドハーフスタメンを奪ってもおかしくないぐらいの凄まじい能力は持ってます。それでは今回ここで週刊 FP 当たり選手ランキングとトルコのショータイムの能力値解説終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まず週刊 FP に関しては今回はねちょっと1位から7位までしか紹介しなかったですけど、他のまあ紹介しなかったまあこのダビンソン・サンチェスもそんな悪くないし、ルカクもまあまあまあいいし、パレホも別にそんな悪くはないんで、まあ始めたてとか初心者の人は結構
構補強できるガチャなんじゃないかなと思いますね。ただそれ以外の無課金美課金の人はもう好きな選手がいない限りはスルーでいいんじゃないかなと思いますね。この選手だけは狙っておきたいっていうのがあれば全然引きに行ってもいいと思いますけど、賢くコインを使うならこのガチャ引くのはあんまりおすすめできないかなと思います。でまあその賢いコインの使い方、特にこっちもそうですね。カドゥオール右サイドハーフで使いたいな、もう右ハーフ全然おらんしカドゥオール取ってもいいなって人だったら、まあ100ボックスですしコスパはいいと思うんですけど、基本的にそれ以外の選手たちはちょっと微妙で、そこまでガチスカ級ってほどでもないんで、よほど右サイドハーフ欲しい人以外は全然スルーかなと思います。それでは今回これで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。